飼い主に捨てられた犬はとても悲しそうに泣き続けています。このかわいそうな姿を見て心が本当に痛くなりました。数日前、飼い主は彼をこの保護施設に連れてきて、自分が一時的に置いていただけなのだと思った犬はずっと待っていたが、飼い主は二度と帰ってこなかった。ご主人はいつか迎えに来てくれると、この犬は主人のことを深く信じています。でもいくら待っても主人は戻ってこない。犬は絶望のどん底に落ちてしまい、彼は元の飼い主に無残にも捨てられ、次第に暗闇が彼の心を覆っていった。毎日狭い檻の中で一人で泣いて、このシェルターに収容される動物たちは安楽死率が非常に高い。もし誰も彼を引き取らなかったら、彼は哀れな最後を迎えるしかないです。犬も何かを感じ取っているのだろう。ここに来てからとても悲しそうに黙って泣くばかりです。食べる量もどんどん減っていく。飼い主のところに戻ろうと大声で吠えなくなった。頬には涙が滲んでいるのがよくわかります。吠え声も非常に悲しげで、もうご主人の帰りを待っているようなことはありません。人々が檻の前を歩くたびに犬はいつも悲しそうに顔を上げています。しかしこのかわいそうな犬はラッキーです。3日後、彼の運命は永遠に変わった。親切な人が彼を飼うことにしたのです。彼を決して見捨てない新しい飼い主のもとで新しい家に戻りました。再び自由の空気を吸いながら、犬は新たな犬性を得て元気になっていたようです。新しい飼い主はもう二度と泣かせないようにと約束して、毎日彼を連れて一緒に散歩に出かけました。年間殺処分される犬と猫の数は約23,000頭です。殺処分問題の根本的な解決には、保護しなければならない動物を減らして大切な命を守るために飼い主として責任を持つことが大事です。飼育放棄ゼロを目指して、ペットと人が幸せになるために一緒に頑張りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。